私は女よ性別問題のヘリフがメダル確定、試合後に涙で絶叫。性別をめぐる問題が議論を呼んでいるアルジェリアの今ねヘリフがハンガリーのアンナルタ・ハモリに5-0で判定勝ちし、銅メダル以上を確定させ、母国に今大会初のメダルをもたらした。今ねヘリフ、五輪メダル確定で私は女よと涙の見出しで、ケリフが勝利を収めた後に感情を抑えきれず私は女性ですと涙ながらに叫んだことを伝えた。さらにヘリフが私のケースは、すべての女性の尊厳に触れるものです。国際ボクシング協会 IBA は私を不当に扱いましたが、神は私と共におられます。神は偉大ですとコメントしたことを報じ、これに対してネットの反応は、ボクシングやなしに他の競技でいいやん。今現在、やはり女子選手とは感じられません。練習の賜物という次元ではなく、身体の硬さが違う。おそらく格闘技を続けたことでその染色体由来の特性がより発現したのでしょう。つまり昔から女子だよという用語はあまり意味がないと思います。単純に相手の女子選手が危険にさらされています。でも遺伝子的には XY 染色体を持ってる男性でもある。たとえ女性だとしても規定値以上の男性ホルモンの検出、XY 染色体を持つなど男性的な面を強く持つ場合は女性選手としては出場不可能ってはっきり決めるべき。申し訳ないけどこういう方々はもうパラリンピックに部門作って出場の方が丸く収まると思う。特にボクシングなんて命が関わる競技だし、いくら戸籍上や身体的にも女性だったとしても国際染色体があって男性のような筋肉のつき方や筋力があるなら最悪死人出ちゃうよ。スポーツ競技で、男性と女性が分けられているのは身体能力に絶対的な差があるからだ。あんたは女性やただな骨格と筋力ホルモンバランスは男やぞ。なんか今大会のオリンピックは開会式から何もかもめちゃくちゃだな全く見る気がうせるわ。女とか関係ないんだよな。体の作りが違うんだから対戦相手を危険にさらしていることを考えろよ。自己中すぎるわ。めちゃくちゃ稀な例だけどさ、単純に肉体は男性的な能力を有してるなら正直メダル取っても何も思わないわ。女性に男性が混じって無双するとかなんなんだよ。他の選手はボイコットした方が良いよ。この方の政治人が女性であることは尊重します。しかし体は男女の特性を持っているわけですから、身体のパワーを競うスポーツで、女性として出場するのは問題だと思います。まさにそれ競技中に事故が起きてからじゃ遅いんだ。